よし、オンボロ寮の二人はちゃんと部屋の中にいるようだな。他の部屋を見回りに行くぞ。最近脱走する寮生が後を絶たない。カリム寮長も非常にお怒りだ。ジャミル副寮長の進言にも耳を貸さない状態らしい。いつまで続くんだろうな、こんな生活。僕もう実家に帰りたいよ。弱音を吐くな。俺だってホリデーは家族と過ごしたかったさ。見張りは行ったか？午後の訓練も食べたものが全部出そうなくらいきつかったんだぞ。学園長当てになんねえし、もう俺様たちだけで何とかするきゃね。そこで頭脳明晰な俺様が完璧な脱獄計画を考えたんだぞ。聞いて驚け。俺様は脱出に必要なアイテムを昼間入手した。見ろこれを。このスプーンで少しずつ床を掘って外に出るんだぞ。地元じゃ穴掘り名人と呼ばれたグリム様に任せておくんだぞ。お前は誰か来ないか外を見張ってろ。思ったよりスムーズに削れる。結構いけそうな気がしてきたんだぞ。掘ってるだけの単純作業で飽きてきたんだぞ。お前ちょっと変われ。俺様が外を見張ってるんだぞ。やべ、見張りが来た。寝てるふりするんだぞ。朝までかかってやっと俺様の両腕が通るくらいの穴が掘れたんだぞ。出ろお前たち、朝の特訓の時間だ。今日も東のオアシスまで行進する。